本勝負。馬場さん、はい、このサトリオスとエース組、今の勢いが続けば、これはいつ世界タッグに挑戦してもおかしくないぐらいの勢いを、ね、そうですね。ですけども、このパトリオスとエースのチームワークのがまだ心配な点がありますよね。さあ、その辺りのチームワーク、サイドのヘッドロック、エルボーでエスケープしました。ジョニー・スミスです。エルボーでラリアット、カウントは2。速いタッチワークはパトリオットエース組です。フライングメイヤーからサーフボードに取っています。パトリオット194センチ115キロと、このパトリオット見事な肉体を誇っております。ロープまではまだ少し距離がある。スタンディングに持ち込もうというところ、おっと足をつけて、パトリオット体重を背中に加えていきます。ぐるっと回転してエスケープ、ドロップキックです。ローリングしてのタッチ、サン・ハンセンがリングインです。さあ対角線に引っ張った、エルボー豪快。ブレインバスターを打っていきました。サン・ハンセンが、おっとちょっと強く背中を打ったんでしょうか。さあ捕まった、2対1、エースがハンセンを抑えております。さあそして素早いタッチ、入れ替わり立ち替わり、今度はパトリオットが抑える。2対1の形ができたぞ。おっとかつての指定コンビ、サン・ハンセンとジョニー・エース、熱い攻撃、エルボー、サン・ハンセンのエルボー、おっとエースも負けてはいないぞ。エース肩で押し込んでいく、押し込んでいく、これをニーリフトで迎撃、サン・ハンセン。さあサン・ハンセン怒った、サン・ハンセンに火がついた。エースも負けてはいません。ハンマーを落としていきます、ハンセン。試合の権利はパトリオットに移りました。ヘッドバットです。おっとこのヘッドバットは意外に効いたか。放送席前、スタン・ハンセンがリングの外です。さあ2対1、スタン・ハンセンパトリオットに捕まっております。さあ鉄柱を利用しての攻撃、いやかわしています。おっと鉄柱に背中からぶつかっていきました、スタン・ハンセン。おっと足がふらつきます。この場外戦、パトリオットがペースをつかみます。あーしかし一瞬の返し技、サン・ハンセンがパトリオットの左腕を鉄柵に打ち付けていきました。そしてサン・ハンセンは素早くリングに戻っております。あー左の肘のあたりです。さあサン・ハンセン、そのパトリオットの痛めた左肘、見逃すわけはありません。さあまだ話しません、スタン・ハンセン。パトリオットは先ほどの場外で左の肘を痛めてしまいました。エルボーです、もう一発エルボーです。あーと後頭部エンズに当たり、倒れたハンセンに顔面ストンピングはジョニー・エース。あーとジョニー・スミスがパトリオットを場外に蹴落としました。さあスタン・ハンセン、試合の権利があるのはスタン・ハンセンと覆面マスクマンのパトリオットです。あー先ほど痛めた左の肘、ロープの反動を利用して、そして全体重を預けてダメージを加えていきます、スタン・ハンセンです。アームバー、
ここでジョニー・スミスにタッチ。試合時間10分が経過しました。タッグマッチ3判定、ジョニー・スミス組対パトリオット、ジョニー・エース組。先ほどの場外戦でこのパトリオットが左肘を痛めてしまいました。ちょっとこの時間帯動きが止まっています。さあジョニー・スミス95新春ジャイアントシリーズ以来の来日、5ヶ月ぶりの全日マット参戦となっておりますが、パトリオットにダメージを加えていきます。さあ今度はロープを利用してパトリオットの左肘痛めつけていこうというところ、ジョニー・スミスであります。さあ全3冠統一ヘビー級チャンピオンのスタン・ハンセン、アームバーです。ニュートラルコーナー続けて、あーもう完全にこれはパトリオットの左肘に照準を絞っています。スタン・ハンセンニュートラルコーナー追い込んでいきます。エルボー、エルボー巻き投げ、おーと大きな声を上げたパトリオット、赤コーナーではジョニーエースが手を伸ばします。そのジョニーエースに立ち、トップロープからラリアット、そしてドロップキック、いい動きだ。去年の後半から乗れに乗っているジョニーエースです。さっきのシリーズでは小橋とシングルマッチを戦いまして、30分時間切れ引き分け、互角の戦いを見せました。ジョニーエースは語っています。必ず95年のうちにベルトを巻いてみせる、コメントにも自信がみなぎっています。あーしかしそのジョニーエースリングの外、さあトップロープにはジョニー・スミスだ。ミサイルキック、パトリオットにも突っかけていきました。そしてラリアット、パワースラム、さあフィッシャーマンズスープレックスホールドはどうか。カウントは2。さあ試合の権利があるのはジョニー・スミスとジョニー・エース、ダブルのブレインバスターから。さあどうする、エルボーを落としていきました。さあそしてジョニー・スミスがニュートラルコーナートップロープ、タイミングを測ります。エルボー、しかしこれはジョニー・スミス自爆、パトリオットがリングイン、キックを打っていきます。アンセンにもドロップキック、さあ得意のフルネルソンバスター、これはどうか、カウントはサン・ハンセンがカットに入りました。パトリオットの得意技フルネルソンバスターからのホール。さあ今度は2人がかりの攻撃、サン・ハンセンは場外です。さあパトリオット、このジョニー・スミスに対して急角度パワーボム、カウントはカウント3入りました。先のスーパーパワーシリーズ開幕戦で小橋を仕留めたこの高角度パワーボム、パトリオット、ジョニー・スミスを下しました。サン・ハンセン、ジョニー・スミス組対パトリオット、ジョニー・エース組のタッグマッチ、パトリオットがジョニー・スミスからカウント3を奪っております。